さつまいもドーン。さつまいも。ユージ君、今回は子供たちに送りたいレシピ、ママに作ってもらいたい料理ランキング第105位、さつまいもご飯。もっと高いかな、76位ぐらいにしておきます。さつまいもレシピがないってすごい言われてんの。なんでかわかる？ママがさつまいも苦手だからよ。でもいろいろ考えて、定番のこのさつまいもご飯ってみんな食べたいじゃない、やっぱり食べたいわよね。ということで今回はママが愛情を込めて子供たちに伝えたいさつまいもご飯の作り方よ。これを使ってさつまいもご飯、コツっていうところは、まあ、味付けぐらい。本当にさつまいもご飯簡単にできる、これをみんなに伝えたい。ママ特製さつまいもやめようよ。リュウジのバズレシピ。材料はお米2合、さつまいも。今回の品種にシルクスイートっていうのを使えば、うん、まあ、別に他のでも美味しいから。まあ、用意してくれてるのはこのカツオ粉ね。概要欄にリンク貼っとくけど、ママの息子が作ってるカツオの粉ね。なかったらカツオ節をレンチンして粉々にしてちょうだい。粉状のカツオの粉を使います。あとはね、調味料だから概要欄チェックしてちょうだい。さつまいもご飯を作るね、何が重要か。ママの旨味を出していくために、ママを炊き込んでいく。ママの愛情占い、いっぱい入ったら愛情満点、そして全然入んなかったら愛情なし。はい、大吉。ママの愛情マックスオーバーヒート。ママが大吉ってことはあんたたちも大吉よ。最高のさつまいもご飯の作り方を教えるから、目かっぽじてみなさい。さつまいご、もう、さつまいご、もはん、やっていくわよ。これね、もし切りづらいなっていう人は最初にレンチン2分ぐらいやると、あとスッと火が入るからあれなんだけど、まあ、ママはね、切っちゃう。まあ、こうかな。で、あとは縦にやって、一旦半分に切って、これぐらいの大きさね。あんまりね、大きすぎてもね、さつまいものあるところとないところにばらけちゃうから、こういう切り方がママは好き。で、皮ごといくわよ。皮洗ってあるからね、これね。これを全部にやっていくわよ。これぐらいの切り方がママ好きね。はい、こんな感じね、角切りできました。これでなんとね、下処理はね、終了だ。今度はね、お米洗っていくよ。じゃあやっていくわよ。お米で、2合分入れるわよ。で、研ぎ方なんだけど、まあ味付けちゃうからね、そこまで。まずね、ちゃんと水でやってね。で、ちょっと軽く最初研ぐ。米の表面に酸化してるから、これをまずは取る。じゃあ、で、軽く揺すぐ。で、あんまり揺すぎすぎてもお米の味なくなっちゃうから、もう2回でいいの。で、1回研いで、これ捨てる。こんだけ、あんまりガーって洗わなくていいの、ね、あんまり洗いすぎると、今のね、精米の技術ってすごいから、そんな洗わなくても美味しい。だから、ね、表面をさっと流してゆすぐだけで、美味しいお米になる。特に炊き込みご飯とかはね、あんまりやっちゃうとね、米の味がなくなっちゃうから、これぐらいの研ぎ方でいいの。じゃあこれね、じゃあね、ここで調味料を入れていくわよ。調味料をね、最初に入れることによって、水分とかがね、線に合わせちゃって、お酒とかを入れちゃうと水分量が狂っちゃうんですね。酒、大さじ1、これ香りをつけます。みりん大さじ1、これ甘みをつけます。今入れたこのお酒とみりん、これすごい大事。お酒っていうのはもともとお米から作られてるんで、お米の風味を高めてくれる。ママがいつもね、常備してる至高の白米ともお酒入ってる、ね、あとみりんは甘みと照りが出るの。さつまいも自体もすごく甘いんだけど、ここにみりんの甘さがほんのり加わると、すごくご飯自体が美味しくなるから、みりんとお酒はちゃんと入れてちょうだい。で、かつおの粉 3g、 一つまみが 1g だから、1、2、3。これはだし汁の代わりね。だし汁でやってもいいんだけども、ママはこうやって、簡単にこうまみをつけていく。で、ここに、味の素1、2、3、4、5、6振りね。これでだしを取らなくても、すっごい美味しいだし汁がこの中で完成される。なんでかって言ったら、カツオの粉のイノシン酸と味の素のグルタミン酸、これが合わせだしと同じ効果を得るからだよ。
そしてここにお塩、お塩なんだけどママは小さじ1入れる。ちゃんとお塩の味つけたいからママは小さじ1ね。心配な方はねちょっと減らしてからやってちょうだい。でもねそんなに濃い味にはならないわよ。おかずと食べてちょうどいいぐらいになる。入れましたら今度ママがいつも使ってるアクアスタイル、米炊く時に浄水で炊くと本当に美味しくなるから、ない人は普通に水でやってもいいんだけど、ある人はね絶対浄水使ってちょうだい。水道直結型だからね使い放題なの。でこれを浄水ない子供たちでも冷たい水使ってちょうだい。冷たい水で炊くとすごく美味しくなる。氷入れるところもあるわよね。で線までちゃんと入れる。でこの状態になったらね、でここにさつまいもドーン、うわー、ああ、じゃあこれ開けて、でここに入れて、さあ炊飯、スイッチ押すだけ。簡単に炊飯器作る。じゃあ今日はママが迷える子供たちに捧ぐレクイエム、すごくないよ。最近料理を始めた男子高校生です。ゆいさんのレシピで作るとどれも美味しいのですが、レシピが多くて次どれを作ろうかと迷ってしまいます。なのでゆいさんが思う今一番視聴者に作ってほしいレシピを教えてください。これさつまいものご飯って言いたいとこだけど、何かしらね結構難しいのね。それぞれターゲット層が違うのね。虚無おじさんはね、あれはもう本当に簡単にできるやつを材料少なくでやるじゃない。で酔っ払いは至高とか言いながら家庭料理作るじゃない。ママはちょっと家庭寄りなちょっと渋いものを作るっていうので分かれてるんだけど、やっぱりね至高シリーズかしらね。至高シリーズってのはママが今まで作ってきた中で一番美味しいと思ったものを載せてるから、まあ至高シリーズもそうだし至高を超えたシリーズもやってるんだけども、やっぱりねそこ作ってもらうとこんな味になるんだっていう風に思ってくれるかな。虚無おじさんとかはね割と想像しやすい味付けをするのよ。たまに技術も見せてくるんだけど、ママ料理はねちょっと地味なんだけど家族が喜ぶ。だからファミリータイプなのねママはね。だから今回のさつまいもご飯も2合炊いてるから3人家族でもね十分食べてられると思うんだけども、やっぱり至高シリーズかしらね。至高シリーズでママがこれよくできたなと思うのはねいっぱいあるけど、ママはやっぱ油淋鶏がね、息子の油淋鶏がすごい好きだから、油淋鶏多分ね感動すると思うわよ。あれよりうまいの出たことないのね。本当にこれ言うとなんか炎上しそうだけど、あれはね傑作だと思う。あとはね最近で言うと至高を超えたニンニクスープっていうのを息子は出してるんだけど、全然伸びなかったんだけど、動画最近出したレシピの中で一番うまいわ。だからその2つを今んとこママは作ってほしいかな。ちなみに息子が言ってたけど一番自分自身気に入ってるレシピは麻婆カレーらしいわよ。テイルズコラボでやったね。本当に美味しいから、みんなも作ってみてちょうだい。いただきますので、どうぞ。うわー、あ、入ってたー。で、まぜまぜしていきます。もう香りが良す。あー、うまそう。じゃあ、よそっちゃいますよ。だしの香りがすごいよね、これね。秋ねー、これ見ると。ほんとこれで秋食べたいさつまいもがママの自信好き完成できたらママから味見してくれ。ホクホクで美味しそうね、これ。いただきます。いただきます。うんま、美味しいこれ。ご飯は出汁が効いてて味付いてるけど、そこまで濃くない。さつまいも甘っ。こういう素朴なご飯ってママの仕事よね。どんなおかずと合わせても美味しくなる。これもうちょい単体で食べるんだったらもうちょいしパラッといって、うん、塩が入るとまた美味しい。塩味と合うわね。これは美味しい。息子集合、準備。炊き込みご飯食べてる。さあ、そこいただきます。うまっ優しいなあ、うまい。今日うわ、うまい。さつまいもご飯ってね、バズレシピっぽくないのよ。まあね、違うチャンネル、うん、実家のご飯みたいな、うん、でも美味しいでしょ。ホッとするって、うん、マジうまい、うんうん、ほっこりした甘さがいいでしょ。美味しい、うん、すごい美味しい。優しい気持ちになる、うんうん、たまにこういうのを出さないと、うんうん、超好き。ゆずこしょう
柚子胡椒もいいね、うん、ここに塩味が足されて、うんうん、日本酒とかでしょ、普通のご飯として食べるっていう、そういうのもね、欲しいな全国のママたち、ぜひ作ってみてちょうだい。あ、ママたちじゃない、パパたちも作ってみて、ジェンダー問題になっちゃう。